皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は、これからウクレレを始めようっていう方のために、どのサイズのウクレレを一番最初に手にするのがいいんでしょうか、これについてお話しさせていただきたいと思います。はい、ウクレレには3種類の大きさがありまして、一番小さいのがソプラノウクレレ、スタンダードサイズとも言うんですけども、ソプラノウクレレ、コンサートウクレレ、テナーウクレレと順番に大きくなっていくんですね。ちなみにここに置いてあるこれソプラノです。で、向こう側のがテナーですね。親子ほど大きさ違うんですが、チューニングは同じなんですね。ということは、同じ曲を同じ弾き方で一緒に弾くことができる。一曲弾いたらそれと同じ弾き方でこっちのウクレレも弾けるという風なところで、このウクレレの楽しさなんですけども、大きさ3つ違うのに同じように弾いて同じ音が出るというところなんですね。どのサイズを買ったらいいのかなっていうところでもあると思うんですね。はい。で、 BJ のおすすめするのはソプラノウクレレです。今こちらに持ってるのもソプラノウクレレですし、こっち側にあるこれですね、ソプラノウクレレです。なんでソプラノウクレレがいいかと言いますと、ボディが小さいですので、手軽に持ち運べる。カバンの中にスッと入れて持っていくこともできますし、あと邪魔にならない、家でも可愛くふっと置いとくことができますよね。で、お値段も使ってる気が少ない分リーズナブルでもあります。あとですね、弦の長さが短いですので、その分ですね、柔らかめに抑えることができる。弦の張りが柔らかいというところですね。それからもう一つ、音がウクレレらしいコロコロとした、コロとした音が出ますよね。はい。ですので、ウクレレ始めるにはソプラノウクレレをおすすめします。はい。指の太い方、指太い方はソプラノウクレレなんか弾けないよという噂を聞いたことないでしょうか。大丈夫です。 BJ の指でも弾けますね。手袋、バイク用の手袋なんて 3XL とか、ぐらいじゃないと入らない、この手でも、ソプラノウクレレ全然弾けます。でも、あの XL 以上の手袋をつけてる方、ちょっと不器用な方はですね、コンサートサイズ、このソプラノとテナーの間のコンサートサイズぐらいから始めていただいてもいいと思います。ただウクレレソロを専門にやりたいという方はですね、テナーウクレレからのスタートをおすすめします。テナーウクレレだと簡単に音が出やすいんですね。いろんなポジションを弾くときに、実はテナーウクレレというのは鳴りやすいんですね。はい。ですので、もう弾き語りはやりません、ウクレレソロ専門にやりますという方は、ソプラノウクレレよりもテナーウクレレをおすすめします。はい。ソプラノから入った人はですよ、次にコンサートウクレレが欲しくなったり、テナーウクレレが欲しくなったりと、大きさ、結局は3本揃えたいなということになってくると思いますので、まず取っかかりでソプラノで入って、その後コンサートを弾いていただく、テナーウクレレを弾いていただくというふうに、いろいろ楽しめると思いますので、そのようにやっていただければと思います。はい。もちろんテナーから入った方、次はコンサート、ソプラノと、これだんだん下がってきてもいいですからね。はい。ただあのテナーから始めて、次にいきなりソプラノを持つと弾きづらいわと感じる場合もあるかもしれないんですが、それは慣れですから、慣れてくるとソプラノウクレレも弾けるようになります。はい。この3本同じチューニングで同じ弾き方で楽しめるウクレレ、一緒に楽しみましょう。ということで、 BJ のウクレレ講座でした。今回の動画がいいなと思った方は、高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに
忘れない。いつもいつまででも。